こんにちはったらこんにちは、言わずと知れた、羽幌炭鉱に来てみました。ここに看板があったはずなのだが、撤去されてますねー。歴史を伝える貴重なものだったのだが、何故前来た時は、土砂降りでしかも真夏で、草木も生い茂っていたので、今回は天気が良くてよかったー。これは、なんかの動物の骨？鹿かな？こんなに一匹まんま、白骨化状態のは、なかなか見たことがないですねー。自然の厳しさですねー。現役時代は、どんな風に使われてたんでしょうねー。あっちにも、後で行ってみよう。